ツイキャススタートしました。ちょっと私からがあのツイキャスのコメント確認できなくて、はい、アップルプレイリスト再生中が、はいはい、なので、もし何か、うん、あの対応してほしいものとかあったら、あの言ってください。あ、わかりました。はい。はい、1分前です。はい。10秒前、はい、9、8、7、6、5、4、3、2、1。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。6月15日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。沖縄大好きの大好きを叫ぼうが始まりました。沖縄県宜野湾市旧名にございます FM 宜野湾の収録スタジオから収録放送でお送りいたします。 MC は沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。よろしくお願いします。そしてミキサーはこの方です。あかりです。よろしくお願いします。お願いします。この番組では皆様からの大好きなものに関するメッセージを募集しています。これから大好きになるもの、大好きになりたいものでも OK です。メールアドレスはこちら 797@fmginowan.com まで、件名に沖縄大好きと書いてお送りください。そして FM ギノワンではラジオだけではなくツイキャス、YouTube、リッスンラジオ、マイチューナーラジオからでも聞くことができます。ぜひ、皆様の環境に合わせて番組をお楽しみください。そして、番組専用の X、旧 Twitter がございます。@大好きラブ797、フォローお待ちしております。そして、番組専用ハッシュタグは、大好き叫べとつぶやいてコメントの参加よろしくお願いします。さあ、ということで、収録2週目、今収録しているところなのですが、放送では6月15日、まあ日付変わって16日なのですが、16日はなんと父の日でございます。皆様、お父さんに何かプレゼントや素敵な時間何か届けたいなって考えている方いらっしゃるのではないでしょうか。変わらずですね、この番組もですね、大好きを、伝えるコンセプトに大好きを届けていきたいと思います。それでは一旦 CM に入りまして、皆様からのメッセージをご紹介します。一旦 CM です。1分後再開します。はい。ツイキャスの皆さんありがとうございます。また CM 明けにですね、メッセージ紹介していきます。よし。父の日何かやるんですか？父の日みんな忘れがちなんですよね、実は言うと結構。母の日とかは、うん、あの、母親に一回プレゼントで、お花渡したことが一回だけあって、うん、その時はその FM 沖縄さんのそのラジオの企画の一つで抽選でお花もらって、それ渡しましたけど、父親に何かあげたっていうのがあんまりなくて。あ、じゃあ、沖縄大好きさん自身が忘れてるってこと？父の日は覚えてるけど、忘れたり覚えてたりするけど、うんうん、何かこう発信するっていうか、なんかやるっていうことあんまりなかったので、
何かちょっと今年はできたらなって今考えてます。ああ、なるほど、なるほど。キス。じゃあ、5秒後 CM 開けます。はい。5、4、3、2、1。はい。改めまして、沖縄大好きです。それでは、皆様からのツイキャスのコメント、メッセージを紹介していきたいと思います。引き続きですね、2週目参加してくださってありがとうございます。2週目トップバッターはこの方です。ナッティーナチコさん、お疲れ、レースケー、ありがとうございます。ロアさん、こんにちは。かっちゃんさん、こんばんちょい。サトポンさん、再び、こんにちは。今宵も始まりました。パチパチパチ、ナチコさん、ありがとうございます。サッチーさん、こんばんは。2週目も頑張って、ありがとうございます。そして、カープボーイさん、沖縄大好きさん、那覇の黄色エンジェル、あかりちゃん、皆さん、こんばんは。黄色エンジェルってなんすかね、これね。こんばんは、ワン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 が多い。ちなみに今、FM 小座で新紙幣の話してるけど、二人はどう思います?新紙幣の肖像家の、人一人でも知っている人いるということで来てますが、赤荷さん、わかります?渋沢栄一以外知らないです。自分もなんですよね、実は。これは多分紙幣検定い、もう初級ですよね、きっと。多分。カープボーイさんは知ってるのかな、知ってるんですかね、うん、今の1万円札の多分、紙幣は、あの方ですね、福沢諭吉さんですもんね、今ね。はい、1000円札が野口英世さん、その前が夏目漱石は覚えてるんですけど、全員はまだ覚えきれてないです、カープボーイさん。ちょっと後で調べてみます。じゃあ今、FM 小座、多分アジクータラジオの方ですかね。そこで多分話題出てるということで、今お話してくれてます。そして、埼玉の郷さん来ました。オス、オラ、埼玉、オス、オラ、沖縄デイスケ、じゃないっす。ありがとうございます、郷さん。今ね、仕事のタイムカード、打刻待ち、45分まで暇。ってことは、じゃあ今、仕事終わりかな?お疲れ様です。そして、かっちゃんさんからですね、愛のこもったメッセージ来てます。沖縄大好きさん、あかりん、大好きって来てます。自分とあかりんさんに対して、ありがとうございます。いつも嬉しいです。かっちゃんさん、さすがです、本当に。愛が伝わります、本当に。そして、埼玉のゴンさん、いや、じゃあ今ミュートしてるんですね。ありがとうございます。それから、カープボーイさん、父の日は母の日と違って忘れ去られる。幻想場は決まっている。笑いじゃないですよ。いや、でも、今年は何かできたらなって一応本当に考えているので、せめて何か渡すとか、ちょっとでも時間を過ごせたなって思ってますが、そして、ナッティ・ナチコさん、父の日、いや、違います、違います。ナチコさんの父の日の父、そっちの父じゃないんすよ。そっちの父ではないんすよ。かっちゃんさん、父の日、そうです。その父の日が正解です。そして、サッチーさん、父の日にカリウシウェアあげた、大喜びしてた、あ、いいですね、カリウシウェア。父ちゃんは19年前に亡くなったから、もう父の日のプレゼントはあげられないけど、ということで。いや、でもその、生前に、そのお父さんにカリウシエアを、まあ、プレゼントされたということで、大喜びしたということで、もうさぞ嬉しかったでしょうね、お父さんの方も。いや、もう本当に、もう父の日ですね、皆さんそれぞれ過ごし方、違ったりもすると思うんですが、皆さんのそれぞれの、まあ、大切な、父の日をですね、過ごしていただけたらと思います。そして、カープボーイさんからも来ておりますね。大好きなものといえば、月曜日にまた新しい三振を注文した。あ、さすが。さすがカープボーイさん、三振、やられていらっしゃいますもんね。これ、消し道、これ、正先生でいいのかな?これ、ちょっと後でまた、確認しますが、消し道、道正先生でかな?岸道正先生お願いして、知念大工系の三振半年後が楽しみだということで、じゃあ、これが半年後かということで、じゃあ三振自体がまだいつ届くか、まだわからない状態ですかね。そして、好きなものパート2起きてますね。カープボーイさん。今、広島東洋カープが首位にいる。このまま順調に年末まで行ってもらいたいもんだということで、カープボーイさん、お名前の通りですね、広島カープのカープが、入ってますもんね。さて、そうですね。
今日ちょっとメッセージはですね、先週で、すべて読み終えましたので、ここからちょっとまあコメントも拾いながらちょっとトークをしていきたいなと思いますが、そうですね。じゃあまず、まあ父の日の話が今ちょっといくつか、まあ何個か出てきたので、まあ僕の、まあお父さんの話ちょっとしていきたいと思いますが、まあ、僕のお父さんですね、まあ仕事は結構朝早くて7時ぐらいにはいつも家に出て、8時に出勤して現場に出てたんですね。まあ仕事柄、そのまあガス工事のまあ仕事をしてまして、結構その危険な仕事、体を張った仕事をされているんですけど、まあ、時折まあちょっと夜勤で夜現場に出るなんていうこともありますが、いつもその仕事、出勤、そして帰るときはもう作業着をつけてから、いる姿っていうのが印象に残ってますね。まあ、その父もですね、還暦を、おととし、まあ、迎えまして、まあ、62歳になるかなも、ちょっと早生まれなんですけど、62歳になりまして、父とはちょっと今別々で今生活してるんですけど、まあ、でも父も、変わらず元気に過ごしておりまして、まあ、時々その、みんなで、年越しそば、毎年大晦日の日は紅白見ながら、年越しそばを食べて過ごすっていうことも実はやってますね。なかなか多分普通の、ご家庭で、こうやって集まるってことそうそうないかもしれないんですが、もう、沖縄大好き系ではそれがちょっと当たり前になってまして、毎年も必ず、大晦日の時はみんなで夜紅白見ながら蕎麦を食べて一緒に過ごしてるっていうことがよくありますね。またちょっと時間が余裕ある時には、初詣も実は行ったりもしてますね。そして、なちこさんからもコメント来ているので、ちょっとご紹介しましょう。父の日は、私は片親で息子たちを育てたので、母の日も父の日も二度美味しい思いしたな。息子たちも今では二人とも成人したので、あ、そうなんですね。これから孫が楽しみかな。いいですね。楽しみがあって。そして、なちこさん、実のお父さんが実のジップには、お酒あげると一番喜ぶ。ね、お酒美味しいですもんね。父もよくそのお酒で、まあ、ビールとかよく飲んでたんですけど、まあ、今ちょっと体もちょっと気を使いながらですね。まあ、その体に気をつけながら楽しむ程度で今ゆっくり飲んでますね。それから、カープボーイさん、中のお父さんは今年の2月に亡くなったんだけど、脳梗塞で5回も倒れて、生きてるのは奇跡的だよと言われてたから、去年5回目やった時にはもう覚悟ができてたけど、今火葬場が混んで大変だったよ。告別式の次の日に、これ初7日だったからかなってことで来てますね。そうだったんですね、カープボーイさん。でも脳梗塞でその5回もやるって結構脳のダメージも相当大きいはずですけど、それで生きてるの奇跡的だよって言われてるってことはもう、とてもその信念が強いお父さんだったのかなっていうのがすごく印象に、感じました。そして武蔵さん、沖縄大好きさん、ミキサーのあかりんさん、リスナーの皆さん、こんばんはっしょい。ラジオ収録&生配信お疲れ様ですということでありがとうございます。さて、今、ま、収録ですね。2週連続撮っているわけなんですけど、実はちょっと言ってなかったんですけど、今、ツイキャスですね。僕のお母さんが実は今日見ておりまして、見てるということで、FM 技能アンデスの番組やるっていう話だったり、僕はそのリスナーであることは、僕の親も、ま、家族みんな知ってるんですけど、FM 技能アンデスの番組、スタートすることが決まったよって聞いたときは、おめでとうってそのメッセージもたくさん来て本当にありがたくて、深夜その初回の放送もそうだったんですけど、遅い時間にもかかわらず、みんな聞いてくれたり、また聞き逃した人も YouTube から見て、すごく良かったよってその褒めの言葉をいただいた時はすごく嬉しくて、本当すごく心強く感じております。本当にありがとうございます。さて、結構まあ、ような話しておりますが、ちなみに、あかりんさんのお父さんってどんな方だったかってお聞きしてもよろしいでしょうか。はい。私の父は、はい。そうですね、土方の仕事をしてたので、はい、すごく気が強くて、うん、こう、なんか、厳しい人でしたね。あでも、なんかすごくわかる気がする。そうですか。うちのお父さんも父親もそんな感じの人だったので、はい、なんか。まあ、沖縄のお父さんあるあるというか、うん、
やっぱ力仕事しているお父さんってこういう感じしますよね。うん、しますね、すごく、うん。で、うちの父親って、怒ったらちょっと怖いところがあって、まあその怖いところっていうのは、要はその、いわゆるその非常識、まあ常識をその、守らないっていうか、その危ないことをやっちゃダメなことに関してやってる人に対しても強く怒る人だったので、だからそれが、まあ大人であっても、その、子供であってもすごくその注意してたんですね。だから結構、さっき言ったそのガス工事のその現場仕事してる時も、よそ見しながらその相手学生さんとかに対しても、ちょっと強く怒って、注意するぐらい、もう結構、ちょっとそれぐらい、まあ厳しい人なんですけど、今も多分年齢も重ねててかちょっと落ち着いてきたのかな、ちょっと体調崩したりとか、膝ちょっと痛めたりしてた時期もあったんですけど、もうでも結構今落ち着いてるっていうか、変わらず元気にはもう過ごしてるって感じですかね。そうなんですね。でも、沖縄大好きさんって兄弟いましたっけ？あ、いるんすよ、実は。うん、一番上が自分、まあ、僕で、はいはい、で、下に妹、で、一番下に弟がいて、三人兄弟なんですよ。ああ、そしたらなんか、お父さんに怒られる時の逃げ方って、なんか兄弟で違くないですか、全然。違いますね。ね、ただもう、子供の時って、まあ、父親怒ったらすごく怖いの分かってたので、ただ、下の兄弟たちに関してはもう、泣いてました。子供の頃は。むちゃくちゃ泣いてました。なんか、私の家は、はい、私はすごい歯向かって追いかけ回されて、そしてコテンパンにされるので、弟たちはその同じ道を歩まないように、はい、逆鱗に触れないように、鎮火能力がすごい高い人たちだったんですね。うん、そう、沖縄大好きさん、そんな怒鳴られてなさそうですよね。たまに怒られるかなっていうぐらいだったので、普段頻繁に怒られる方はそうじゃなくて、よっぽどのことがない限りは怒らないので、兄弟の中で、誰が一番怒られてたとかね。ああ、でも、いや、でも多分3人とも怒られてたと思いますよ。僕も、まあ、父親からもですし、母親からも怒られることももちろんあったので、うん、まあ、子供のうちって、結構わがままな一面ってあるじゃないですか。宿題 しなさいって言われても、なかなかやらなかったりとか、もうなんか結構ちょっとマイペースになって、気づいたらもう、もう朝学校の時間ってなって怒られるなんてことも、寝坊したりとかなんてこともあったら、まあ、怒られたりなんてことはあったのでよく。まあでも、今はそんなにないですかね。もう時間経ってからさすがに落ち着いてきて、結構普通に話もするのでたまに。うん、なんか母の日とか父の日ってそういう、うん、はい、なんか子供の時にすごいこう、うん、自分勝手した分親に何かしてあげたいという気持ちになるんですよ、ね。でもありますね、確かにそれは。いや、あの頃はごめんねの気持ちも少なからず入ってる気しますよね。ありますね、でも本当に、それからですね、ちょっと今コメントちょっと追加でいっぱい来ているので紹介していきましょうね。はい、まだ読んでないのカープボーイさんのところからですね、FM ギノアンで番組やってる人、結構母ちゃんが見てるよね。安さやかちゃんとか金曜日の12日の人も来るよね。そして、なつこさん、これ僕の母に対してです。デンスケのお母様も閲覧中、お母様、デンスケは素敵な仲間に囲まれてますよ、ということで。なつこさんから来てます、お母さん。そして、さとぽんさん、沖縄大好きさんご一家、仲が良さそうで素敵ですね。スーパーズサさん、こんばんは、ありがとうございます。カープボーイさん、まあ、下の兄弟は容量が容量が良くなるように、どうしても上を見てるからということで、確かに。サッチーさんも、サチのお父さんはヘビースモーカーで先沼だったけど、仕事は真面目だったな。ドカタしてて、結構県外に出稼ぎばっかり行ってた。あ、そうだったんですね。サッチーさんのお父さんも、じゃあドカタの仕事されてたんですね。それから、スーパーズサさんも、スーパーズサさんも長男なんですね。いやーでも、まあ一番上ってなったら結構、下の兄弟たちとかにもそうなんですけど、見本にならなきゃいけないところっていうのもあったりしますもんね、なんか、なんだかんだ言って。まあでも、大人になってからは、でもなんかできることは、やってきたらなって思ってるので、まあもちろんそのお父さんに対してもそうだし、うちの今ね、ツイキャス見てくれてお母さんに対しても、何かできたらなって思ってるので、これからもですね、変わらず仲良くやっていきたいと思います。結構、うちの家族で、出かけることも当たり前にあったので、家族全員そうやって休みの日とか、家族全員でカラオケも行っ
ったりもしましたね。結構公園とか行ったりもすることがあって、これがちょっと当たり前だって思ってたことが、実はうちではそんなこと全くないよっていうことが結構あるので、あ、じゃあ自分たちがこれが普通に当たり前だったの、当たり前のことだけど他では違うんだなっていうのも、またちょっとしたそのギャップっていうのも、もう感じましたね。はい、ではそろそろ時間も迫ってきてますので、はい、コーナー行ってみましょうか。わかりました。それでは次のコーナーはこちらです。沖縄大好きの今日の大好き。さて、このコーナーでは私沖縄大好きが好きなキャラクターや作品などに関して熱く語るコーナーとなっております。今回ご紹介するのはウルトラの父でございます。さあ、この名前聞いたことある方いらっしゃるのではないでしょうか。ウルトラの父はですね、こちらウルトラマンエースから誕生しているウルトラ戦士です。まあ、今回父の日ということもあって、それにちなんでウルトラの父をご紹介させていただきます。 M78 星雲光の国出身、銀河の平和の守護者、宇宙警備隊の大隊長、そしてウルトラマン太郎のお父さんでもあります。宇宙警備隊発足のきっかけともなった全宇宙に伝わる伝説のウルトラ大戦争を戦い抜いた歴戦の勇者で、後に誰からも尊敬されるこのウルトラの父なんですが、宇宙警備隊の大隊長、隊長、そして大隊長として、ウルトラ戦士たちのそのリーダー的存在に中心に立つ方となっております。そして以前ご紹介したウルトラの母なんですが、本名がウルトラウーマンマリーということでご紹介したんですが、ウルトラの父の本名がウルトラマンケンっていうんですね。ケンということで、まあ、男らしい男性、かっこいい名前なんですが、そして必殺技がファザーショットということなんですが、そして身長45メートル、体重5万トン、最大飛行速度がマッハ15ということで、ちょっと想像つかないんですが、ウルトラの父、これまで演じきた俳優さん、声優さんを一部ご紹介しますと、ウルトラマンメビウス、そしてウルトラマンジードでウルトラの父の声を担当した俳優の西岡徳真さん。じゃあ西岡さんはですね、おいこさんがスーパー戦隊シリーズ、救急戦隊555でゴーレット、辰巳まとい役を演じた西岡隆一郎さんの、まあ、おじにあたるということで、親戚で俳優活動をされておりました。そして、YouTube、つぶらや公式チャンネルで配信されているウルトラギャラクシーファイトでウルトラの父を演じたのは、飯島はじめさんという方です。ウルトラの父はですね、特徴で言いますと、ウルトラホーンというこの角が生えておりまして、これで、宇宙の情報をキャッチするアンテナの役割をしております。ちなみに、ウルトラ戦士として、その、ウルトラマンの中でも実はヒゲが生えてまして、ウルトラの父ともう一人、ウルトラマンキング、そしてアニメウルトラマン USA のウルトラマンチャック、こちらの3人が、ヒゲを生やしているダンディーなウルトラ戦士なんですが、ウルトラ族、4万歳以上のものにしか生えないということで、ご紹介されております。こちら、つぶらや公式のですね、ウルトラマンの公式サイトからちょっと一部引用してご紹介しているのですが、ちなみに写真ではですね、ちょっとツイキャスではお見せできないのですが、ちょっとあかりんさんにもぜひ一人見せてもらいたいと、見ていただきたいなと。この方ですね。こういうふうにちょっと角が、長く生えてますが、また若い時はちょっと角がちょっと短め。こう短めで、角がちょっと耳元ぐらいだったんですけど、今はもう頭ちょっと頭上ちょっと超えるぐらいの、高さの角を生えているウルトラ戦士でございますが、本当にウルトラマンたちにとってもすごく心強いお父さんの存在ということで、今回ウルトラの父をご紹介させていただきました。それでは、そうですね、ツイキャスのコメントを拾いながらエンディングに移っていきたいと思います。カープボーイさんから来てますね。反応がさすがだな、若い鳥、ウルトラマンキングが好きだったけどな、太郎の角もあれアンテナなのってことで、そうなんですよ。ウルトラマンたちのこの角、ウルトラホーンっていう呼ばれているんですけど、令和に出てきたウルトラマン Z っていうウルトラ戦士もですね、頭にこの、ちょっと角、ウルトラセブンみたいにこの、まっすぐ縦長の、角が生えているのですが、あれもウルトラホーンの、呼ばれているということで紹介されてました。
ちなみにこのウルトラマンキングっていうキャラクターはですね、ウルトラの父よりまた上でして、これまたちょっと機会を見つけてですね、ご紹介していくんですが、この誕生作品はウルトラマンレオから来ておりまして、ウルトラマンのその中心的存在、まあ、あの、もう最強のもうウルトラマンと言われている、もうとても強いヒーローなんですね。ということで、ちょっとご紹介してみましたが、今回は父の日にちなんで、ウルトラの父についてご紹介してみましたが、ちょっと改めてあかりんさん、写真、ちょっと僕の方からお見せしたんですが、いかがでしたか、この見た感想っていうか。そうですね、私、あの、角が長いのが母だと思ってました。うん、ちなみに、ウルトラの母は、はい、あの、ツインテール。で、ちょっと、あの、角、ウルトラの父は、こう、角で、こう、上に向いてるんですけど、はいはい、ウルトラの母は、こう、ちょっと下に向いてるような感じで、この、垂れてるような感じの、ちょっと髪型してて、そうなんですね。で、ちょっととても温厚で可愛らしい方なんですけど、はい、で、ウルトラの父と母にもそう、孫がいまして、さっき出てきたその、ウルトラマン太郎の息子が、ウルトラマン大河って言うんですけど、あの、孫にはすごく甘いんですね、あの二人実は。実際の、あの、人間の家族みたいですね。そうなんですよ。もう本当に親子の絆のある、あの、太郎一家なんですけど、これがまたなんかちょっとほっこりする場面があって、つい太郎の息子のその大河がウルトラの父と母に対して、じいちゃん、ばあちゃんって呼んだら、ついお父さんの太郎が、隊長って呼びなさいっていうことに対しても、まあ、まあいい、太郎って感じでちょっとなだめたりなんて、やっぱり息子に対してちょっと厳しくも優しかったり、孫に対しても特にちょっと甘かったり、なんていうちょっとそのほっこりなその日常の場面もウルトラギャラクシーファイトで紹介されていました。さあ、ということで、時間も迫っておりますので、エンディング改めていきたいと思います。はい。皆様、本日も最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。この後もですね、79.7MHz FM ギノアの番組を過ごし、お聞きください。そして、皆様にとって素敵な一日でありますように、お相手は私、沖縄大好きと、ミキさん、あかりでした。ありがとうございました。それでは、おやすみなさい。お疲れ様でした。ツイキャスの皆さんありがとうございました。大浜さんありがとうございます。お疲れ様でした。ということで、お母さん見てる？今日ちょっとあの、うちのおばあちゃんのちょっと病院の付き添いで今日出かけることになってたので、今日仕事休みで、あの、出かけてたんですけど、ツイキャスどうやって見るのってか、ちょっといろいろやり方聞いてたので、教えてました。今日出る前に。なので今日見てます。なちこさんも、はい、はい、はい、なちこさん、それからさとぽんさん、さっちーさん、あずさ、スーパーあずささんもありがとうございます。はい、じゃあ、皆さんまたですね、あの、次の収録、日付が、あの、確定次第、またツイッターの方で告知していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ツイキャス、切ります。お疲れ様でした。